こんにちは。2022年の4月に大阪公立大学が開設されます。今日はその大阪公立大学の材料科学研究室について紹介したいと思います。材料科学研究室は現大阪市立大学杉本キャンパスの工学部に存在します。学部4回生から修士課程や博士課程の学生と2人の先生方で毎日仲良く研究しております。光科学の研究を中心として物理化学、有機合成、有機結晶、分析化学、超分子化学など様々な研究を行っております。私たちは未来の社会を支える科学者になるために毎日頑張っています。ここの材料科学研究室ではどんなことを研究しているの？この研究室では光を照射すると色がついて、そこにまた別の光を照射すると元の無色状態に戻る材料の研究をしているみたいやで。難しいけど面白そう。じゃあ実際に研究しているところを見に行こうか。今何の実験してるん？これ結晶に光当てて曲げる実験してるんですよ。どういう実験装置なの？ここに結晶があるんですけど、それをこの顕微鏡で観察して、その様子をここに映し出して実験してます。で、これが UV ランプなんで、光をこの結晶に当てて曲がる動きっていうのを見てます。ちょっとやってみてよ。はい、じゃあ光当ててみますね。おお、曲がってるやん。そうなんですよ、曲がるんですよ。光によって屈曲した結晶は違う光の照射で元に戻るんですよ。他にも光でいろんな変化をする結晶があって、こんな感じでねじれたり、こんなに鮮やかに色づいたり、屈曲でボールを飛ばしたりできます。しかも結晶の600倍の重さの重りも光による屈曲で持ち上げることができるんですよ。だからこんな重いものでも光を当てると簡単に持ち上げられる光駆動アクチュエーターなどの応用が期待されてるんですよ。すげえ。それ今何やってんの？これは光を当てた時だけ色が変わる分子の合成をしています。すごいな。ちょっと一回見せてや。はい、ここに分子が入っています。これに光を当てると色が青く変わるんですけど、照射をやめると色が元に戻るんです。やってみますね。てる。これを置いておくと、うわ、ほんまや、透明になってる。この分子は光照射をやめた場所はすぐに色が消えます。だからメガネのレンズにこの分子を入れると、日差しが強い屋外に出た時は紫外線ですぐにサングラスに変化し、日差しがない屋内に戻るとすぐにメガネに戻る高速反応超光レンズなどへの応用が期待されてるんですよ。欲しい。材料科学研究室の教授の小畑です。我々材料科学の科学者にとっては、原子とか分子を、思うままに操って、思う望みの機能を持ったような分子を作るっていうのが、研究者としての、醍醐味です。ぜひ我々の
面白い分子を作っている研究室、それからこの化学バイオ工学科に興味を持っていただけると非常に嬉しいです。皆さんお待ちしています。いや、やっぱこの研究室のやってる研究面白かったな。面白かった。いや、もうみんな実験ちゃんとやってるから。いや、すごい、これ綺麗やったな。皆さん、大阪公立大学の工学部で待ってるよー。